はい、皆さん、毎度毎度。はい、今日はね、昨夜のね、定例会議の、ね、コメントちょっと見直してね、もう一回ね、コメント返しね。ちょっと気になったのがね、2液2回つけるようになりました。うちもね、いい歳かっこいいとおっさんになってからだよね。2液2回つけなきゃダメだって気がついたのがね、若い時はね、一人二人で美容室回してるとね、忙しくてね、二度目なんかかけてらんないんだよね。で、やっぱり、ベテラン先生、美容師歴34年のね、クラウン先生ね、 パーマを覚えた時がね、もうめちゃくちゃ忙しい時、ソバージュ全盛、聖子ちゃんカットだって言ってね、カットすればパーマかける。そういう時代の時はね、ほんと手がなくてね、もう2液1回つければもう置きっぱなし、10分でも20分でも30分でもね、外せないんだよね。そういう中でね、仕事やってるっての、ね、は本当に2液1回つるのが精一杯でね、2, 2液なんか1回つければ OK! みたいにね、チェーン店かなんかで働いててね、アシスタントがいっぱいいる店だとね、やっぱりそういう2液つけてくれる人がいればね、 うん、やっぱりそういう若い時にね、2回つけるのが習慣付けられてたかもしんないけどね。なんか個人店でね、やってね、なんかもみくちゃにされてるとね、もう1回になっちゃうんでね。そんでもうそれから何十年も1回付けやっててね、取れちゃう人、何十年も原因分かんなかったもんね。なんで取れちゃうんだろうって。テストカールじゃかかってるんだよ。で、ね。 一回、2液つけてさ、踏んで、おっぱしてし、プレッシャーするんじゃないそ、ペローっとさ、トップ、特にトップが、かかんでばかったね。サイドの方は、上から2液が流れてくるから、襟足とかサイドとか、毛がしっかりしてからかかんのかなかね。確かに二液が流れ落ちるからね、下の方にズルズルね。特にね、トップが取りやすかったね、フロントあたり。うんで、これやっぱり2液をね、三回ぐらいつけるようになってから改善されたんだけどね。 本当にね、これ何十年もかかった、うちやこの原因究明すんのに。なんで取れちゃうんだろうってトップがね。やっぱり利益が足んなかったんだよね。で、ロングの一部もやっぱり取れちゃう人いたし、ショートでも白髪の人が取れちゃう人いたね。だからね、2回でも3回でも、2回でも少ない場合っていうのがあるかもしんないね。3回、4回つけていいぐらい。もうそのぐらいつけて120%つけるっていうのを揉み込んでね。毛先に届くようにね。ただ上にチャ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 かければいいってもんじゃなくてね。でね、巻いた状態でかけなきゃダメだね。 ロングの人なんかでね、二液不良になりやすい人、やっぱり毛先に二液が届かない、本当に届いてない場合ね、外してからかければいいだろうってね、外すと、やっぱりね、パーマが緩んじゃうんでね、ロットに巻いた状態でかければ、カールってのが閉まるけど、ロットから外しちゃうと、もうなんかね、緩んじゃう。意外とね、取れちゃうんだよ。あの、プレッシャーすると。 はい、動画の方はね、マニキュアね、一緒に塗ろうかと思ったけどね、もう場所的に中途半端でね、今から後ろ塗るとね、これ頭が動いちゃうじゃないそうするともう塗りにくいでしょ。根元ね、地肌近くから攻めるてるからね、前の方ね。 そうするともう。で、硬いし、おじさんの毛ってね、意外と根元付近から塗りにくいからね、硬くてチリチリしてたりすると、もみあげとかね。だからちょっとね、うち撤退しちゃったんだけどね。だロット外してから2液揉み込めっていうのが、ミルボンライブノーブル中ブリのやつね。あれ未だに売ってんだね。あれやっぱり2液をね、本当に巻いた状態でよく揉み込まないと入っていかないからね。んであれはもう外してから、 二液を揉み込めって書いてあるんだよね、毛先にね。毛先が緩むと思うんだよね。外した状態でね、二液揉み込むとね。まあ、それでもね、まあ、それしか方法ないからそういうふうにやるんだけど、でもそれで慣れちゃった人は、その、緩んだ毛先がいいのかなそうなるとね、科学的に変だと思っても、そういうパーマのかかり具合がいいって思ってると、そういう、ね、そのパーマが良くなっちゃうんだよね。そういう二液の付け方がね。二液、ね、 ロットに巻いた状態だと酸化不足。外してからニ液を揉み込んで、まあそこで酸化させる。でパーマが緩む。まあ、毛先がチリつかないパーマになると。いや本当にねミルボンに聞いてみたいよね。そのライブノーブルのあの粘性のある薬上からニ液キたらたらぶっかけてさ、毛先まで酸化されてますかってね聞いてみたいよね。多分答えないとも適当に逃げると思うけどね。そういう時はねあなたの意見を聞いてんですと。<laughs> あなたはどう思いますかってこう。 頭の中で考えてね。<laughs> 逃がさない。<laughs> 意地悪く。し <laughs> たあんまりそういうことやってるとね、このあだ名ついちゃうよね。見るもの,のでブラックリスト書かれちゃうかもしんないね。あ、またあそこからメール来たよ。って。<laughs> 誰か返せよ。つんでさ、おっさんだから、なんか妙例の、なんか姉ちゃん答えてやれよとか言ってね。<laughs> 口の達者な妙例の姉ちゃん出てきてね。<laughs> 前もねミルモに電話してね、宿毛矯正ね、あの乾いた状態で塗ったとか、なんとか聞いたらね、やっぱり濡れた状態で塗らないと髪の毛に対して薬の作用が刺激が強すぎる、でもって浸透圧がどうのこうのって嫌がんだよ、浸透圧ってね、ここで使うかよって、ね、頭が混乱しちゃったんだよ、こっちがね、で負けたね、その浸透圧って言葉にね、で後で考えりさ浸透圧さ,さ、関係ねえだろうと、アンモニアで防潤させてんだから。 メールだとね、やり返せんだよね。ゆっくり考えてね。で、電話でかけられるとね、こっちが混乱すんだよね。<laughs> 煙に巻かれちゃうんだよね。<laughs> はい、お疲れ様でした。